おはようございます。春休み初日です。9時から歯医者なのにいきなり絶望。最低限のメイクだけして急いでいきます。ゴミだけは出したかったってことで、遅れずに無事到着。歯がコンプレックスやったから思い切ってホワイトニング始めるために今日は型取りをしてもらいました。終わった。次はネイル。その前にアイメイクしなかったので爆速で終わらす。髪は巻く時間ないのでこのまま行きます。実習でネイルがダメやったので久しぶりにしました。超気に入った。お昼は友達とパンの食べ放題。待って、この並びめっちゃ偏食じゃない？パン10個とオムライス完食。夜は春休み初日なので飲みに行きます。ここでやっと髪も完成。初日から全然映えないとこ来てますが、めちゃめちゃ美味しかった。締めのパンケーキも食べて幸せ。春休み初日終わり。